スタートしました。綺麗に揃いました。スリープレスナイトが好スタートを切っています。まずは出てまいりますが、間からは MO ウィーナー、しかし押して押して、ウエスタンビーナスやはり花に立ちました。リードを半馬身1馬身取ります。 BB ガルダンが2番手、3番手 MO ウィーナー、その後ろに1馬身1馬身半と離れまして固まっています。内から追走するのがアポロドルチェ、さらにはスリープレスナイト、谷野マティーニ、そしてファイングレインがその中、あるいはストメからは金シャスの奇跡が追走します。それからシンボリグラン中段ストメ、それをかわしてスピニングノワール、内から上がっていきます。ジョリーダンスプレミアムボックス、鈴鹿フェニックスは後方4番手、あとは金谷桜、東証カレッジ並んで、最高峰玉もホットプレイという体系。第4コーナーのカーブに入っています。ウエスタンビーナス先頭です。1馬身のリード、 MO ウィーナー2番手、その内にはアポロドルシェが並んでいます。あとは BB ガルダン、その層にスリープレスナイト、ちょうど5番手。第4コーナーカーブ、それに外から金シャスの奇跡が接近、直線コースに入りました。ウエスタンビーナス先頭です。リードは2馬身ぐらい、アポロドルチェ、しかし外からスリープレスナイトが追い込んできた。200を通過、連れまして金シャスの奇跡、内からは BB ガルダン、そして鈴鹿フェニックス、大外からは東証カレッジも追い込んでくるが、内からはアポロドルチェ、先頭はスリープレスナイト、ゴールイン。スリープレスナイト、手が上がりました。上村博之、悲願の G1 制覇。